アウライ橋は、静岡県富士市と富士宮市間の富士川に架かる橋で、ある。静岡県道76号富士富士宮優先にある、アーチ形式の橋で富士川に架かる。また、富士市と富士宮市の市境に位置する。富士川橋と、同様、伊原地域と学南地域を結ぶ橋としての役割を、持つ。架橋以前は対岸を結ぶのは当線にのみで不便を、被っていたため、 1951年に、この場所に、初めての橋として橋長130メートル、福音2.3メートルの木製の吊り橋が架けられた。しかしながら、この橋は1953年9月の台風による増水を及び1954年に流出し、二代目の橋梁の架橋まで一時的に復活した都線での行き来を余儀なくされた。1951年に、 橋梁整備事業と災害復旧事業の合併施行により永久強化説に着手され、1959年6月に2代目の橋となるコンクリート橋が架けられた。PC 単純桁と RC 単純桁を組み合わせた橋長192.6メートル、福音5.5メートルの桁橋であった。上部校は高水式部分は RCT 桁にした。 また、当初は中央景観を50メートルの PC 下手2連とする予定だったが、検討の結果35メートルの PC 下手3連に変更になった。株子は基礎、中央の2脚を大方式計算としたほかは半重力式を採用した。二代目の橋の福音の狭さや老朽化に伴い、1989年から新橋の建設事業が進められ、 1999年11月に、ニールセンドーゼ橋の三代目の橋が完成した。ありがとうございます。